こんにちは、鎌田渚です。今日はツイストスパイラルパーマ風のセンターパートを作っていきます。まず全体を乾かしていきます。今回はセンターパートの中で作っていくんですけど、まず前に下ろして根元から乾かしていくと、その分けた時に根元の部分がふんわりとしてくれるので、これをやってあげるといいと思います。ある程度乾いたら分けていってあげてください。この時にしっかり分け目決めていくんですけど、ジグザグにしてもありだと思います。分けたい位置が決まったら温風と冷風を当ててあげてください。この時にコツなんですけど、温風を当てたら冷風にしっかりなるまで当ててあげてください。何秒っていうよりかは冷風になる、これがコツです。横も押さえてあげてください。この時に同じように温風冷風を当ててあげます。横に関しては出てるとシルエットがかっこよく決まらないので、前から見た時も横から見た時もかっこよくなるようにを意識してます。アイロンとピンを使っていくんですけど、下の段は外跳ねで大丈夫です。で、アイロンをもう掴んだらそのまま回転させて巻いていってあげてください。これが簡単そうでとっても難しいです。全体的に巻いてあげるんですけど、右左交互にミックスに巻いてあげることがコツとなってます。センターパートっていうのもあるんですけど、全体同じ方向だとシルエットもかっこよく決まらないので、右左どっちも、どっちかが多くっていうよりかは交互にやってあげるといいと思います。だいたい3回ぐらい3戦に分けて取っていく感じなんですけど、これは今回はすごい細かいパーマ風なので3個ぐらいに分けるんですけど、基本は2個ぐらいで大丈夫だと思います。で、同じように横も巻いていきます。で、1回目の分け取るときは基本1回転で大丈夫です。下の部分は見えづらいのもあるので、それぐらいで大丈夫だと思います。2段目以降はだいたい2回から3回転をしてあげるといいと思います。そうすることでかっこよく決まるんですけど、基本巻いた後はすぐ崩してあげてを繰り返してあげるといい感じに決まってくれます。なんか今すごいコムドットとか流行ってますね。コムドット、そこら辺はちょっとにわかなんですけど、結構コメントとかでも多いんですけど、ゆうたくんとかがこういうヘアスタイルをしているので、やってーっていう声も多かったので今日やってみました。かっこいいですよね。後ろの下の段は内巻きで大丈夫なんですけど、基本的に後ろは難しいので1回転ぐらいで大丈夫です。上の部分とかは持ち上げて巻いてあげる。そうすることで自分では見えづらくてやっぱわからないんですけど、これも持ち上げてやることで見えて巻きやすくなるので、ぜひやってみてください。はい、今日はオイルをつけていきます。だいたい2プッシュ3プッシュぐらいで大丈夫だと思います。で、まんべんなくなじませていきます。もっと設定力が欲しい時はグリースだったりミルクジェルタイプもおすすめです。だいたい1分間ぐらいなじませてあげて、なじんだら最後振りながら整えてあげます。今回は細かいウェーブなので、設定力のあるワックスだったら結構細かく振ってあげるのがコツだと思います。で、前から見た時も横から見た時もしっかり整えてあげるんですけど、やっぱりパーマの回転数が多いと膨らみやすかったりもするので、横はしっかり押さえてあげるようにしてあげるとシルエットがかっこよくなります。はい、ツイストスパイラルパーマ風、かっこよすぎるセンターパートの完成です。やってみてね。